文句言わないの、管理人なんだから。ちょうどいいところに来た。浦島、打ち込み稽古の相手をしてくれ。素振りだけだと物足りなくてな。何、時間は取らせん。それにいい機会だから CR の使い方もここで覚えるとよかろう。コマンドルーレットのことだ。このゲームでは行動のほとんどはこのルーレットで成否やその度合いが決定される。左の部分にはコマンドといって判定をする行動の中身が記される。今回は私の稽古の相手だから稽古と表示されている。右の部分にある円盤状のものがルーレットディスクだ。これを止まった出目が丸なら成功、バツならば失敗するということだ。例外もあるよな。ディスクの横にいるチビキャラが行動相手を示している。今回は私と稽古するということで私のチビキャラが表示されている。どれ、試しにやってみるか。決定ボタンを押してディスクを回転させてみろ。もう一度決定ボタンを押せば停止する。ボタンの連打で多少は止まる場所を変えることもできる。甘いぞ浦島、行動は迅速、決断は速球。それ複数のコマンドやディスクから選択することができる。誰とどの行動をするかはお前の自由だ。この行動結果によって私たち住人のお前に対する評価は変わってくる。それに伴いディスクの丸の数が増えたり減ったりする。心してボタンを押すのだな。
もや。あと5分。うるさいな。うわ。何するんや。慶太郎、朝っぱらから押し倒すにしろ。場所をわきまえんといかんで。バイト先のコンパで散々飲んで、朝帰りになったんはええけど無性に眠うて、ちょっと休んでいこう思てそのまま寝てもうたんやな。それにしても気ぃ利かんな。こんな時はそっと起こすもんやで。はあ、朝風呂にでも入ってさっぱりしたろ。慶太郎、覗いたらあかんで。あまりわがままを言うものではないぞ。聞けば今日は模試だというではないか。足りない頭を振り絞って挑もうというのだ。邪魔をしてはいかん。ありがとうございます。助かりました。
やっぱり食事はみんなで食べるのが一番だね。いたからだよ。答えになってないぞ。なるちゃん、朝から眉間にシワ寄せてると遥かみたいになっちゃうよ。どういう意味だ。あ、ごめんなさい瀬田さん、笑顔ですよね。食べ物を粗末にするやつは許さん。許さへんやて。さあまあ見ろ。先輩、大丈夫ですか？ちょっとやりすぎたかな。私はお先に失礼させてもらう。剣道部の朝練があるのかな。私たちも行かないと。Thank you.
れてる。あ、わかった。私の紹介まだやってない。どうして住人の紹介で私が一番最後なの？ちょっと待って。 いいわよ。ちゃんとやってよ。間に合わないわよ。ああ、電車が来た。先に乗ってるわよ。ちょっと、大丈夫？そう？あ、待って。定期券を出してるわよ。いいから急いだ方がいいんじゃないの？何してんのよ慶太郎。もう出発しちゃうわよ。